源氏物語、源氏物語、各条のあらすじに大宮三条。二大宮三条とは、源氏物語における二大宮から竹川までの三条を言う。二大宮三条は、二大宮、勾配、竹川の三条から構成されている。この二大宮三条は、巻所の上では、第二部の最終巻である幻、または、内容の存在しない雲隠れに続く位置にあり、 宇治十条の第一条である橋姫に続く位置にある。源氏物語を光る源氏を主人公とする聖変と光る源氏の死後を描く、続編に二分した時の続編の始め三条であり、源氏物語を三つの部分に分けた時の第三部の始め三条でもある。源氏物語において何条とまとめて取り扱われるものは、玉かずら十条には玉かずらを主人公とした、 玉かずら物語が描かれており、宇治十条では、宇治を物体とした大姫、中姫物語と、浮船物語とが描かれているなど、何らかのまとまった話が描かれているのが、通例であるが、この二王宮三条では、全体としてまとまった話が描かれているわけではなく、という政変で描かれている主要な一族の、光源氏主語の出来事を、一族ごとにそれぞれ相互に独立して描いたもので、 あると考えられ、巻所の上では連続しているとはいえこの二大宮三条は、それ全体としてのまとまりはあまりあるとは言えない。この部分は、後続する宇治十条まで含めた年率が複雑に絡み合い、しばしば簡易の矛盾とされるものなども指摘されることがあるなどの問題を抱えている。またこの部分は、古い時代の源氏物語巻名目録ではしばしば、 現在のものとは異なる巻所で記されていることがある。このような理由から、この二王宮三条全体、または二王宮三条に含まれる個々の巻についてはしばしば、後期説や別作者説が唱えられている。ありがとうございます。